イーグルス先発は丹羽、今日4月21日以来のマウンドということになりました。その丹羽立ち上がり、ワンアウトランナー三塁一塁、ここで4番のデスパイネに犠牲フライを許します。ホークスが1点を先制しました。その裏です。ホークス先発は石川、立ち上がりを攻めてツーアウトランナー三塁一塁、当たっているペゲーロがレフトの前、同点のタイムリーを放ちます。これで1対1。でこの後ツーアウトランナー二塁一塁で、この人も好調、今江。初球を捉えてのタイムリー、この回2本のタイムリーで逆転に成功しました。丹羽2回です。この回はワンアウトランナー三塁というピンチを迎えました。しかしここは本田三振の後、中村をショートゴロでゼロで終えました。しかしその3回、三馬ですけれども、3回にツーアウトながら満塁というピンチ、今日スタメンの福田、福田は詰まりながらもレフトの前、これが逆転の2点タイムリーとなります。3対2とホークスがゲームひっくり返します。その裏です。この回ツーアウトになってから4番のウィーラー、これが同点のソロホームラン、3対3とします。ゲームはこのまま5回です。ホークスはこの回もランナーを出して、そして松田にタイムリーが出ました。これで4対3。三馬はここでマウンドを降ります。マウンド上には久保です。その久保から福田がライトの右へ、これがタイムリーツーベースになりました。でこの回さらに本田の犠牲フライで1点を追加、6対3とします。ホークスは6回、松田に一発が出ました。3番手の小野から、これがツーランホームラン、8対3とリードを広げました。7回です。イーグルスは岡島にホームランが出て1点を返しました。でこの後茂木が出てゲーム途中出場の内田、このヒットで一塁ランナーの茂木は三塁まで行きました。1点返したこの回、ワンアウトランナー三塁一塁 でここで工藤監督は2番手香山、その香山が銀次をレフトフライ、ツーアウトになったところで、ここは小刻みにピッチャーをつないでいきます。マウンド上には梶谷が上がって、そしてウィーラーをピッチャーゴロに打ち取りました。9回です。ホークスはこの回満塁のチャンスを作ってデスパイネ、これが走者一掃のタイムリーツーベースになりました。12対4、ホークスが勝った今日のゲームでした。